プレゼントまで用意してくれるなんて、全く嬉しいことしてくれるぜ。それをまだくれてない人に言うべきじゃないよ。催促にしか聞こえない。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2023年1月27日、金曜日の午後1時40分です。そして今日は住民の一徹さんのお誕生日でもあります。おめでとうございます。それでは、本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。あれやね、いつまで、いつまでこの飾りしとんって感じよね。正月ボケしすぎ。とりあえず外しとくか。ね。そして、あ、一徹の誕生日を何渡そう。ラッピングかと思った。違うな。何渡そう。この辺の、加護台車、オリエンタルなローテーブル。ミニレザーバッグ。ニューイヤーハット。あ、肉球のドアプレートに変えとこうか。飾る。自分の家のドアの前なんですけど。飾らせろ。どういうこと？もうちょっとぴったりくっつけて。これでオッケー。多少離れとったってわかるやろ。島とねりこ。エレガントなチェア。どうしよっかなー。光る花冠。ブルーのモロッカンな塗り壁。いやーいやー、どうかなー。どうも。あら、アイナさん、しばらくぶりじゃない？アイナとは相変わらずよ。お散歩がてら、見て回ってきたら？素敵ね。とりあえず、ラッピングを。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ。ようこそ。このストーブいいんじゃない？これ買おうや。これ、あげよう。3240ベル。はい、買います。毎度ありがとうございます。3240ベル、間違いなく頂戴しました。ました。ってことで、これラッピングします。ね、向こう側でラッピングしてくれたんでいいんやけどな。プレゼントでお願いしますって言って。あ、この傘めっちゃ可愛いんやけど、レイニーな傘。ちょっと待って、とりあえず、青いラッピングペーパーでいくわ。いや、一個でいいです。さあ、じゃあラッピングしますか。青いラッピングペーパーで。どこ行った？これか？丸型ストーブ。よっしゃー。ありがとうございました。さあ、一徹。家にも合うと思うよね。お。シャンク。いらっしゃい。ゆっくり見てってくれよ。リングシューズ。でも見た目いいよね、普通に。これは膝当てか。これ可愛くない？シンプルトートバッグ。可愛い。サッチェルバッグ。なにこれ、ヘビ？パイソン？へぇ。いや、でもゼブラやな。これ可愛い。サッチェルバッグ。これ、今の格好にも合いそうじゃない？欲しい欲しい。やったね。あざす。あれなんだ？レギンスか？エアロビレギンス。あ、やっぱそういう感じか。めちゃくちゃ派手やもんね。とりあえずこのバッグに変えよう。サッチェルバッグ。絶対可愛いけど。ほら！見て、めちゃくちゃ合うやん。今の格好にめっちゃ合うよね。こういう格好の人おるやろ？クリスにおるよね。アイナさんのことを最近お見かけしてなかったので、とっても寂しかったです。私、一人で手品をしながら会える日を待ってたんですよ、よう。手品をしながら、手品得意だったの。見てみたいんだが。さ、冷たくないお尻。どうもされてないよ。ひょっとして本を読むのに夢中だったのかしら。
そんなに面白い本出会えたなら最高に幸せですよね、タフン。いや、こないだね、厚み本が15冊あるにもかかわらず、まあ、ツイッターでもつぶやいたんやけど、5冊、またさらに積み本が増えました。でも読み出したらめちゃくちゃ早く読み進めれるけん、よっぽど面白くない小説に出会わん限り。私基本的に自分が気になるっていうよりはさ、人に勧められた本読みよるけんさ、たまに本当になんか、ちょっと申し訳ないけどあんま好きじゃないなっていう小説があったりするのよ、読みよって。そういう時はめちゃくちゃスピード下がるね。ハラエイナさん、なんだか久しぶりよね。もしかして忙しかった？あんまり無理しちゃダメよ、だってば。ありがとう。あ、ここやっけ。いえ。さあ、来たよ、来たよ。おお、祝ってるね。よう、アイナ、俺の誕生日を祝いに来てくれたのか？遠慮せずに上がってくれよ、ってか。そのソファー合わなくね。なんならその辺の観葉植物も合わなくね。さっきハンナから誕生日プレゼントをもらっちまってな。祝いに来てくれるだけでも十分だってのに、プレゼントまで用意してくれるなんて、まったく嬉しいことしてくれるぜ。それをまだくれてない人に言うべきじゃないよ。催促にしか聞こえない。まさかと思うが、おめえも何かプレゼントを持ってきてくれたりすんのか？持ってきたよ。絶対これは合うと思う、部屋に。どうぞ。このラッピングされてるってのが、またいい味か、いい味出してるね。特別なプレゼントって感じがするぜ。おい、これって丸型ストーブだろ？こんなのもらっちまっていいのかよ。いいよ、いいよ、何その顔。おめえやるな。こいつは俺の人生で一二を争うほどの嬉しいプレゼントだぜ。マジで。それは大げさすぎ。プレゼント、ありがとな。最高に嬉しかったぜ。今日の俺は島一番の幸せもんだよってか。よかったよかった。今日の俺、どう思う？昨日の俺とは一味違うと思わねえか？昨日会ってないからわからねえな。どこかってそりゃおめえ。これ、この爪のツヤとか、まつげの先の方とかだよ。そんな細かい部分？知らんわ、女子か。一徹の誕生日、あんたもお祝いしに来たんだね。立ち思いの見上げた心意気じゃないか。うちも最高のバースデーになるように、一肌脱いでやらなきゃと思ってるんだ。仲良かったんやね、ハンナちゃん。さ、あんたも気分上げていきなったってね。やっぱこういう時は自分もそういう格好をするべきなんだろうか。ふけすやつ。ハッピーバースデー。勝手に火を消す。私はいつも通りの格好なので。バースデーパーティー楽しんでるかい？一徹にも喜んでもらえたし、頑張って準備した甲斐があってよ。うちのバースデーパーティーもこれぐらい盛り上がればいいんだけどね。全然タイプ違う二人って感じやけど。誰も人が来んってことはないんよね、きっと。住民の中でも一番仲がいい人が来るってことかな。蹴り飛ばした。めっちゃ蹴り飛ばした。思いっきり楽しんでいってくれよな。なんだって今日は俺の誕生日パーティーなんだからよ。どうや。スーツ着てるんだね、今日は。あれ、もう帰るのか？もっとゆっくりしていけばいいのによ。今日は俺の誕生日を祝いに来てくれてありがとな。プレゼント、嬉しかったぜってか。ちゃんと使ってね。絶対似合うから。ふぅ。盛り上がってたね。よきよきだよ。ん？今。なんもなかったわ。なんか落ちとったような気がした。いいね、このちょっと雪が積もっとる感じ。いや、なんかね、この間の大寒波の時、なんか10年に一度みたいな言われとった。あの時はね、こっちの方でも、すごい吹雪いとったんよ。いや、もう、ちょうどその日ね、全く出かける予定がなかったけん、家の中からめちゃくちゃワクワクしながら見よったよね。いや、あれが日常の人にはちょっと、大変やろうけん、申し訳ないけど、めっちゃ、見よるだけで楽しかったもん。ただ、外には出てないけんね、雪合戦とかはしてないんやけど、ただ、もうちょい山の方に行ったら、なんか雪合戦したみたいなツイートを、愛媛の人のツイートで見かけたけん、めっちゃいいなって思いよった。あれ、アイラちゃん、久しぶりじゃん。
ライブツアーでも行ってたの？あたいというアイドルの卵がこの島にいるってのに？ライブツアー行ってね。なんちゃって。あ、いろんな世界を見るのって大事だよね。でもあたいと遊ぶのも忘れないでよね。あれよね、もうコロナがどうのこうのってなってからライブなんか全然行けてないよね。またそのうち行きたいわ。全く行ってないんよ。メッセージボトル。拾ってくれてありがとう。久しぶりに読んだ本にこんなレシピが挟まったんだよ。お父さんの忘れ物かな。作り方もとっても簡単だよ。僕でも作れたくらいだもん。作ったらいつか見てみたいな。工作上手なフォアグラより。あの鳥の子やね。フォアグラ。何色の子やっけ？緑か？これか、オレンジの具。ん？ある気がする。ですよね。あるよね。あ、アイナくん、ずっとお留守みたいだったから心配してたんだよ。そうそう、君がいない間にすごいことがあったんだ。あのね、あのね。なんだっけ。その話はまた今度ね、弟子。忘れちゃったんだね。うん、埴輪。久々に植えますか。とりあえずわかりやすく、家の近くに。蝶々追いかけて海の中に入っていかないでよ。確実に寒いよ。この辺に植えますか。もう荷物がいっぱいいっぱいだわ。しょぼいスコップ。間違えた。さあこれで埴輪のかけら。よし。え、これって水もいるんやったっけ。ちょ、久々で忘れたんだけど。しょぼいじょうろ。水もいるんやったか。水やって、なんかこの煙が出てくるようになるよね。オッケーオッケー。これで、またしばらくしたらね。なに？あれは一日でできるんか？私が確実に数日後とかやけ起動するのが。その頃には確実にできたんやけど。たくさん会いに来てくれてありがとう。素敵ね。これいらない？なんかあげようかな。なんか良さげなのある？オリエンタルなローテーブルさ、あれやない。シャンティにあげればいいんじゃない？島とネリコはでかいな。エレガントなチェア。エレガントのチェア良くない？あげる。まあこれは、エレガントのチェアじゃない。絶対好きよね、こういうの。そうなの。こういう感じのが欲しかったの。ありがとう、アイナさん。どこに置こうかしら。これで私のお部屋がまた一歩理想に近づくのね。素敵ね。そうね。お返しと言っちゃなんだけど、パッチワークのチューリップ棒をあげるわ。受け取ってちょうだい。素敵ね。絶対ダサいやん。確実にダサいやん。どこですか？あ、これか。違うな、ニューイヤーってやった。全然これか、じゃない。あ、これ？パッチワークのチューリップ棒。なんか思ったより派手な色やったし。あ、でも、服装を合わせれば可愛いか。え、なんか勝手に動くんですけど。え、これでさ、なんか夢川系の格好にしたら可愛いかも。てか、あれは？これ合うかな？桜んぼの服。いや、寒いけど。寒いけど。あ、でもまあ、この格好に合うか。ちょ、靴が合ってないけど。まあ、いっか。で、寒いな。この雪の中。そして、この格好にこのバッグは合わねえ。ミニレザーバッグってどんなんやった？あー、そっか、これか。いや、合わねえな。まあ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 。さっきまでスラック、あ、そっか、スラック咲いとったんか。で、チェックのチェスターコート。なるほどね。こんな感じ。明るめの色で、どうすかね。これならバッグない方がいいか。でも、もう入れる部分がないや。こんな感じ。あ、まあ、思ったよりかはダサくないか。まあ、現実でこんな帽子絶対被らんけどね。色味がどうとかいう問題じゃなくて、この色味もまあ嫌やし。絶対被らんけど。まあ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 。この中ではいい感じなのでは。もうちょいノースリーブとかじゃなくて、ふわふわ系のワンピースとかがいいかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ毎度のごとくね、全然季節関係ないような服装になっていくけど、まあでも服装とか髪型とか多分私動画外でもめっちゃコロコロ変えるけん、変わっとってもそんなに気にしないでくださいまし。